武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は大分大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが時間90分で大問が4題出題されております。で、理論、中心に、理論、向き、有機それぞれ、まんべんなく出るの形ですね。で、出題形式としては、論述や計算、グラフなどを書く問題でそれぞれ、出ておりますので、国立向けの対策は、やっておく必要があるかとは思います。なのでセンターなど基礎的なもの、リードライトノートだったり、セミナーだったりですね、こういったものを仕上げた前提で、プラス国公立標準問題集、キャンパスなど使って、記述や論述など全体的にできるようにしておく、そしてゼロから始める科学計算などを使って、計算練習ですね、こちらもやっておく必要があるかと思います。で、問題そのもの一個一個の難易度はそこまで、めちゃめちゃ高いというわけではないですが、問題数が多いので、知識に関わる問題、計算力、論述力が得る問題で、グラフを書く問題など、様々なバリエーションが、出題されておりますので、全体的に、トータルで全範囲を抑えていくように心がけてください。以上が科学の勉強となります。